許可を取り下げることになった。アトリエの営業許可を取り下げ、まあ私の言葉が足りなかった。まだ営業許可の取り下げが正式に決まったわけではないんだ。これからアトリエに対して課題を出し、それに応えられるかどうかで最終的な判断を下すことになっている。形式としては国からアトリエに仕事を頼むという体裁になるな。依頼の品を持ってきたんだな。どれを納品するんだ。ラインが揃ったようだな。では報酬を渡そう。これでいいのかしら。それじゃあ、はい、これからも頑張ってね。ロロナ、こんなとこで何してんの。あ、クーちゃん、ちょっとそこまで錬金術の材料を取りに行こうと思って。は？そこまでって、町の外に？うん。ま、バッカじゃないの？町の外にはモンスターがうろうろしてんのよ。でもでも材料がないと調合できないし、調合できないとアトリエが。それはしょうがないわね。私も一緒に行ってあげる。しかし、そうか、お前らだけでもなんとかなるのか。よし、今度出かけるときは俺にも声かけろよ。一緒に行ってやるからさ。いいの？俺も町の外に行ってみたかったんだよ。やっぱいい食材は自分の目と足で探さないとな。そっか。うん、わかった。それじゃあ次に行くときはお願いするね。よし、そうと決まればまずは武器を準備しないとな。腕が鳴るぜ。
ッタタック。よっしゃ、任せなさい。もうちょっと楽しませてほしいわね。何を作ろうかな。これなら簡単簡単。どれを使おう、どれを使おう。これでいいよね。それじゃあ調合するよ。できた。どの特性をつけようかな。レベルアップ。何を作ろうかな。これなら簡単。これなら簡単簡単。どれを使おう。これでいいよね。それじゃあ調合するよ。依頼の品を持ってきたんだな。どれを納品するんだ。では期限の日まで大切に預からせてもらう。うん、これなら合格としていいだろう。ラインが揃ったようだな。では報酬を渡そう。ついに結果発表。大丈夫かな。いきなり失格とかになったら。すまない、待たせてしまったようだな。